はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。ケニーチャンネルのケニーさんです。先日はですね、ちょっと不快な動画を上げまして、本当に申し訳ありません。ですね、ちょっとですね、元気がない動画っていうのはですね、上げても見る方ですね、あんまり楽しくないんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱありのままをですね、映してみようということで動画を上げさせていただきました。ご覧いただいた皆様ですね、本当にありがとうございます。そしてですね、自分でも思うんですけど、演技ではないんですよ。もう本当にですね、空元気でもいいから、元気出そうと思っても出ない時があるんですね。朝起きてからですね、一日やっぱ何もできないというか、夜遅くなってですね、やっと元気が出てくるですね、感じで、うつ病とまでは言ってないんですけど、PTSD というのは診断されたんですけど、自分でもですね、心の病なのか、それが演技なのか、やっぱ自分でもわからないんですよ。はい。で、本当に頑張らないといけないから、頑張ろうとかですね。今日はこう、弁護士さんとかに行かないといけないから、頑張って行かなきゃとか、今日は誰々と約束してるからと思ってもですね、本当にその日動けないことがあるんですよ。で、今週、本当にちょっと柔道もですね、全部休んでしまって、すごいご迷惑をおかけしたんですけど、YouTube もですね、ごまかしごまかし、元気に撮ってるんですけど、今日はですね、すごい元気なので、はい、もうこのテンションでですね、ずっとこれからもお届けしたいと思います。で、このテンション出ない時はですね、もう動画撮るのやめようかなと、はい、思ってますので、元気な時にだけ収録したいと思いますので、お付き合いいただけたら、本当に助かります。よろしくお願いします。でですね、今日はですね、何の話かというと、自分でちょっと言いづらいんですけど、私ですね、よくみんなからですね、すごくこう見た目若く見えると言われるんですよ。まあ、今年ですね、もう間もなく49歳ですね。で、1年後にはですね、まあ、当然ですけど、50歳になります。で、息子からもですね、パパ50歳に見えないよとありがたいこと言ってくれるので、周りのみんなもですね、まあ、下手したら30代ぐらいに見えるよ、よく言われるんですよ。そう、見えてなかったらすいません。本当にですね、全く僕の勘違いで、お世辞で言ってもらってるのですね、僕が真に受けてるんだったら申し訳ないんですけど、僕自身もですね、若くなったなと思うんですよ。で、この若くなったなというのはですね、本当ですね、4、5年前の44歳ぐらいまでですね、私は本当にですね、年相応でした。今はですね、肌ツヤも良くなって、目の濁りも取れて、顔のたるみも取れてですね、すごい自分でも健康的だなと思うんですよ。実際ですね、体調もすごくいいです。これはですね、なぜかというと、まあ、今まで何回も言ってるんですけど、4年前までですね、かなり重度のアルコール依存症だったんですよ。で、お酒はですね、きっぱりやめました。一切お酒を飲まない、制限するんではなくて、金輪際、死ぬまでお酒を飲まないというのはですね、断酒というんですけど、この断酒をですね、してからですね、ものすごく体調がいいんですよ。で、さっき言ったようにですね、肌ツヤも良くなりましたし、目の濁り、変なですね、黄色っぽいような、赤っぽいような、ピンクっぽいような、変なですね、濁りがなくなりました。歯もですね、これやっぱりちょっと言いづらいんですけど、歯磨きをですね、あまりしないんですよ。しなかったんですよ。酔っ払ってそのままですね、寝落ちというか、潰れてしまってね、朝方まで飲んで、明け方に家に帰って、そのまま玄関で寝るとかですね、そういったのしょっちゅうだったので、やっぱ歯磨きって結局まともにできていないんですよ。なので、口臭の衛生もですね、ものすごく良くなったと思います。で、何よりですね、肌のたるみ、顔がですね、ドローンとこう筋肉が下がっていたんですよ。お酒を飲んでいた頃は。ドローンというですね、この肌のたるみがなくなりましたんで、これが一番大きかったと思いますね。はい、もうずっとですね、飲んでいたら、今も多分その顔で、当然、暮らしていると思いますし、生きているか死んでる、まあ不吉ですけど、はい、もしかしたら生きていなかったかもわかりません。まあ、それぐらいですね、重度のアルコール依存症だったんですけど、それやめることができました。はい。今はですね、ギャンブルもタバコもお酒もやめてですね、本当に良かったと思ってます。なので、何気にですね、私いろいろやめるのがプロなんですよ。で、やめたらですね、特にタバコとお酒は健康を取り戻せますし、見た目もですね、ガラッと変わってきます。当然、余計なものを食べないっていうのもあるんですけど、お酒飲んでる時はですね、余計なものいっぱい食べちゃうので、これも大きかったと思いますね。で、私何気にやめるのプロなんじゃないかなと。飲食店の経営もやめてしまいましたので、はい。まあ、これはちょっと余計ですけど。なので、今日のテーマはですね、やめるということなんですけど、私がやめたのはですね、主に、タバコ、お酒、ギャンブル、この3つですね。この3つをですね、やめることができたんですけど、今回はですね、タバコのやめ方、それもですね、100% タバコがやめられる、ケニー式禁煙術というものについてお話ししたいと思います。これですね、聞いて終わって実行したらですね、100% タバコがやめられます。これは間違いありません。これはですね、4つのステップに分かれています。その4つのステップですね、1つ目は考え方を変えるということですね。考え方を変える。考え方を変えればですね、ことが変わってきますので。で、2つ目はですね、タバコをやめるとどんないいことがあるのかということですね。タバコをやめたらですね、こんなにいいことがあるんだよと。
逆にですね、こんないいことがあるのにタバコをやめないなんてもったいないじゃないかという話をします。まあ、3つ目はですね、今ですね、皆さんがタバコを吸ってる正当性ですね、タバコを吸うメリット、タバコを吸うと気分が良くなるとか、タバコを吸うとですね、こう喫煙所でコミュニケーション取れるとか、タバコを吸う人はですね、余計に税金を納めているとかですね、まあ、タバコを吸うことでもいいことは、まあ、少なからずあるんだということをですね、思ってる方いらっしゃると思います。これですね、全部間違ってますので、その説明をさせていただきます。もちろんですね、これ全部間違ってるので全部ですね否定させていただくんですけど、私がですね思いつかないものがあったらいけないので、メリットとしてですね、こんなメリットもあるよって、俺はタバコを吸うのはこういう理由で吸ってるんだっていうですねものがあったらですね、ぜひちょっとコメント欄に書いておいていただきたいなと思います。興味のある方だけで構いませんので、はい、よかったらですねコメントお願いいたします。で、4つ目はですね、考え方を変えたら、まあ、これ大体考え方をもし変えることができたらですね、成功したようなもんなんですよ。でも、ここ 100% まだ変えられない人もいると思うので、具体的なですね、やめられる簡単な方法、これさえですね、手に入れてしまえば、考え方を変えて、こんなにいいんだよ。タバコ吸ってたらこんなに間違ってるんだよ。そして、こんなのことしたら簡単にやめられるよ。この4つをですね、マスターすれば、絶対にやめられますんで、ぜひですね、100% タバコがやめられる、ケニー式禁煙術、これは聞いていただきたいと思います。お楽しみにお待ちください。これですね、動画が長くなりますので、なので次回ですね、聞いてみてください。タバコをやめてもですね、肌の乾燥とか健康状態もかなり良くなりますので、これぜひですね、楽しみにしていただけたらいいかなと思います。で、何度も言いますけど、今ですね、私、自己破産申請中でして、まあ、事業も失敗してしまいました。もう完全にですね、私の能力不足。という他はありません。でもですね、仕事が失敗したところで人生の終わりではありません。人生を失敗したことにはなりませんし、まあ、そもそもですね、人生って失敗って僕ないと思うんですよね。もう生まれてきた時点で大成功です。あとは何があってもですね、もう成功には間違いないんですよ。まあ、成功というかですね、そもそも人生は成功しないといけないなんてルールすらないわけですから、自由に生きていればいいと私は思います。はい、よくですね、気分も落ちてることあるんですけど、元気な時はですね、いつもそう思っております。で、私ですね、すごく好きな言葉があるんですけど、今ですね、こういう状態になって、まさにですね、事業に失敗してですね、はい、私今一巻の終わりというような状態です。もうまさにですね、自己破産、もう一巻の終わりだというような状態なんですけど、一巻の終わりということは2巻の始まりなんですよ。1巻の終わり、これはもう2巻の始まりということですね。私はですね、今 YouTube で頑張っていこうと決めました。もしかしたら違う道を行くかもわかりません。今はですね、 YouTube を頑張ろうと固く決意をしています。なかなかですね、心がグラグラと揺れることもありますけど、これからですね、 YouTube 配信頑張っていきますので、よかったらですね、これからもぜひお付き合いいただけたらと思います。もし今日初めてですね、動画を見た方ですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あと、今まで登録していただいている方もですね、いいねボタン、グッドボタン、あとコメント、応援していただけたら本当に嬉しいです。いつもですね、本当にわがまま言って申し訳ありません。ありがとうございます。今日も最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。ケニーさんでした。